ゴミ集積場に集められた各家庭から排出されたプラスチックゴミ。ラムネガシの蓋。蓋の裏にリックが書かれている。樹脂識別コードはプラスチック製品に表示される材料のプラスチック樹脂を識別するためのコードを呼び、マークである。1988年にアメリカのプラスチック産業界が制定したため、スピレジンはアイデンティフィケーションコードと呼ばれていた。 2008年以降は ASTEAM インターナショナルが管理しており ASTEAM インターナショナルレジンアイデンティフィケーションコーディングシステムと呼ばれている日本では JISZ0112 においてスピレジンアイデンティフィケーションコードの訳語をスピレジンコードとしているリサイクル識別表示マークにおいてポリエチレンテレフタラートを表すマークがペットボトルを表すマークとして順用されている しかし、樹脂識別コードのついたプラスチック樹脂のすべてがリサイクル可能であるとは限らない。1988年、プラスチック産業界はリサイクルプログラムを実施する自治体が増えていることから、樹脂識別コードを導入した。リックは、米国全域のリサイクル業者の懸念に対応するため、資源回収施設の作業員がプラスチック樹脂の種類に応じて、 品目を分類しやすくするように設計されている。プラスチックは材料の価値を保ち、リサイクル後に他の製品に再利用できるように、材料の種類ごとに別々にリサイクルする必要がある。スピが制定した元の形では、リックのマークは時計周りに循環する矢印で構成された三角形の中に数字が書かれている。この数字は製品に使用される。 プラスチックの種類を表す。数字がない状態の矢印で構成された三角形はリサイクル可能であることを示す国際的なマークであるリサイクルシンボルになる。リックは単に製品の材質を表しているだけでリックがついている製品が必ずしもリサイクル可能であるとは限らない。リックの意味についての消費者の混乱に対処するため リックはその後の改定により矢印が黒三角に置き換えられた。2008年 ASTM インターナショナルがリックの管理を引き継ぎ、標準規格として ASTMD7611 樹脂識別のためのプラスチック製造品のコーディングに関する標準観光を発表した。二千十三年にこの標準規格が改定され、リックの周囲の三角形は三つの矢印から実践に 変更された。リックの導入以来、多くの人々がリックをリサイクル可能性の象徴として使用してきたが、プラスチック製品にこのマークがついていることは、リサイクル可能であることを示すものではない。情報源以下は ASTM による2013年の改定後のマークである。米国では、プラスチック製品にリックを使用することにより、どのプラスチック製品が リサイクル可能であるかについて消費者の混乱が生じている。プラスチックリサイクルプログラムが米国の自治体で最初に実施された時、リックコード1と2のプラスチックのみがリサイクルされた。受け入れ可能なプラスチック製品はその後増加しており、一部の地域では市のリサイクルプログラムがリックに関係なくほとんどのプラスチック製品を回収し、リサイクルすることができる。 これにより、一部の地域では、道端の回収箱に何を入れるかを決定するときに、リックによるのではなく、その形態によって分別するよう指示している。消費者の混乱を緩和するために、アメリカ科学工業協会は、プラスチック製品のリサイクル方法について消費者を教育するために使用できる、標準化された用語を導入するための、リサイクルタームツールプログラムを開始した。 ありがとうございます。